こんにちは。太極拳インストラクターの竹内健二です。今回の動画は32式太極剣をお送りいたします。ぜひご覧ください。ゾウ・ゴンブー2ではシーブーシャージェから北東方向の相手の攻撃を察知したところから始まります。相手が刺してきたときに、皆さんは右の膝を上げて剣も持ち上げることになります。そしてその攻撃に沿いながら右の足を下げ、接触を保ちつつ右の手を内旋させ、手のひらを外側に向けていく形になります。この後右足中心で左の足を寄せ、剣を巻き込むような形をしてゾウ・ゴンブーになり、ピン2で反撃をしていきます。ここで右足重心になって巻き込む剣、ジュアンジェンを行う際に注意点があります。体の向きを東方向に向ける回転の際に、剣先を相手に向けておくのが本来の意味ですが、ここで体の向きとともに剣先も開いてしまうと、巻き込む剣の時に相手の剣を巻き込んで相手に攻撃させる形になり、ご自身を傷つけ怪我をすることになりますので、巻き込むのはあくまでご自身の剣だけにしましょう。そうすることによって相手の歯は絶えず皆さんから外側にあります。この状態でゴンブーでピンツーをするならば、自分を守りつつ反撃をする表現となります。ゾウ・ゴンブー2では北東方向の相手に対して絶えず剣先を向けつつ、ジュアンジェンを行い、巻き込むような形をしてピン2を行います。右の足に重心をかけるときには右手を内旋させ、手のひらを外向き、そして手を巻き込んでいくときには手の甲を下向き、外旋させて、その後にピン2となります。剣の持ち方の手の内を公開いたします。ここで回転させようと考えるのではなくて、剣の重さを使って剣が手の中で遊ぶように転がるように向きを変えるというのが口伝の一つです。よくカンフー映画などでも手をギュッと握るのではなくて、ここに空間を持たせ、小鳥を掴んでいてもその小鳥を傷つけずに握るというような例えがあります。ちょうど柄のところも優しく持って剣を操作すると良いでしょう。回転させるではなく、この場合には引力に従って剣が落ちていく状態と手の回転を合わせていきます。持ち方も剣角を人差し指や親指で挟んであげると、この回転をとても楽に行うことがあります。シャンツー、ピンツー、シャーツーなどのツージェンの場合には、親指の爪を上に向けるというような言い方があります。つまり剣角の上に親指を乗せるというような意味です。手のひらを外側にして剣をだんだん下ろしていく、ジュアンジェンの時に人差し指や親指を少し解放しながら向きを変えて、結果的に親指の爪を上に向けつつゾウ・ゴンブーでツージェンを行うという方法もあります。ゾウ・ゴンブー2の元になった洋式剣の動作はジンロン中手位という名前で呼ばれています。動作はゾウ・ゴンブー2とさほど変わりありませんが、この剣先が前に出る様が清流が自ら飛び出るようなイメージとなっています。シーブーシャージェからゾウ・ゴンブー2、北東方向を向き剣と右の膝を上げます。右足先を斜め後ろにつき、右足に重心を移動していきます。右手は内旋させ、掌心を外に向け、剣先は北東方向を向けた状態で右足重心、左の足を寄せます。左かとを北東方向につき、ゾウ・ゴンブーになりながら平らに刺すピン2を行います。シーブーシャージェからゾウ・ゴンブー2、
北東方向を見ながら剣と右の膝を上げます。右の足を斜め後ろに足先からつき、右の足に重心を移動していきます。右手は内旋させ掌心を外に向け、剣先は絶えず北東方向に向けておきます。右足中心になり、左の足を一旦寄せ、北東方向に左かかとをつき、象ゴンブーになりながら平らに刺すピンツーを行います。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。